さてさてさて、ごめんですね。エリス、エリス。これでもなんか見てら思い出すみたいな。あ、これか。そうですね。斜めスクロール。斜めスクロールのとこです。ここはワイドの方がいいかな。ちょっと敵の数が多いのがあって、多いのと壊しにくいんですよね、確か、うん、壊しにくいところから敵が大量に湧いてきたと記憶してるので、うん、あー、これ違うな、こっちだな。 OK、壊せた。かなり強いです、今のは。で、前でワイド、ワイド、ワイドにしたら後ろレーザーに変える。 OK で、ここはちょっとワイドで倒しました。右下に対しての、効果度はワイドか追尾ですね、どっちかなんで。おっと、まあでもこれは打てば消える球なんで、基本的にワイドを打ってればなんとかなります、うん、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫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 。はい、行きましょう。まあ、基本的にこれもね、前押し前押しで。おっと、危ない、過ぎるとこうなるので気をつけてください。でバリアが今残ってるのがかなり強いです今、うん、バリア残しは本当に結構心に安定を生んでくれるんですよ ね、 ね。そうなんですよ、一回食らったら死んでしまうっていう、このねボブとかないんでね、このゲームは。確かに、うん、そう、だからこのバリアがあるかないかでかなり変わります。バリアービット、今のこの状態がかなり一番強い状態なんで、できるだけこれを維持しながら前に進んでいきたいですね。大丈夫でしょう。この辺はまあ特にね当たることなく、こいつも OK 大丈夫でしょう。あ、死ぬね、びっくりした。あぶねー。今のはこっちでしたね、高火力レーザーでパパッと倒した方が良かったですね。ワイドじゃなかったですね、危なかった。でもね、バリアがありますので僕には。この辺は大丈夫です。いやいやいや、後ろから来るのをしっかりと、後ろからも戦えるようになってます。大丈夫です。後ろからレーザーがちょっと遠いんで、丸連打っていう C ボタン連打かな、 C ボタン連打してしっかりと武器を切り替えられるようにしておきましょう。そうですね、この辺は大丈夫です。おっと、危ない。この辺も大丈夫です。今細かく言ってもつら落ちてこないしてた。そうです。で、ここら辺はしっかりと、あ、こっちの方がいいかな、前後で戦える方がいいので、前後で戦えるようにして、つららをしっかりと避ける。OK、素晴らしい。つららだけ気をつけた方がいいかもしれないですね、これは。つらら、つらら。大丈夫、大丈夫、大丈夫。前、後ろは特に来てね、つらら。上スクロールなのか、どうなのかって、こう、スクロールが変わっていくシューティングってなかなか珍しいですよね。そうだね、確かに。斜めスクロールって何ですかって感じですもんね。ね、正直。見てことない。ワイドみたいな方かな。で、ここら辺は特に何もなかった。あ、ボスだ。ボスですね。ボスは、基本的には真ん中にいればいいんだったかな。あー、思い出した、そうだ。ピーってくるんだ。引いてくるけども、上下のやつは壊せるので、真ん中のやつだけしっかりと避けても大丈夫。バリアがあと一気に中になります。ここが結構難しい。急になんかあいつ出てくる。そうなんですよ。 OK、 よく押しました。勝利。いや、ね、攻撃です。攻撃力をいかに保てるからね。そうですね、本当にミスらないことが前提ですね、さあ6面か、6面になります。サイバーさ、セルベロス。ここは確か、エンジンが最初戦いだったかな。エンジン VS エンジンでした、ね、あ、そうだ、そうですね。ドットが荒い。ここはちょっとワイドの方がいいですね。ちょっと前、あ、でも前押しできるか。こんな感じでいきましょうか。いや、ワイドにしよう。ワイドにしてちょっと潰せるもん潰しておきましょう。OK、潰せた。潰せんだ。一つなら OK、火力で押せますね。で、あとはワイドにして、あれ、取りたいな、取りたいんですけど、ちょ、画面がうねうねして取るのがめちゃめちゃ怖いですよ、ね、いやー、まあ、OK 取りました。で、ここはロケットで上の方でしっかりと避けてしっかりと壊す。ここでロケットがないかない、あるかでないかでかなり変わってくると思いますね。ロケットは便利だね。そうですね、ロケットでできるだけ上で避けます。そうですね、この戦闘機がえぐいんですよ。こいつが磁気狙いで発生するんですね。ね、OK、いいでしょう。ここら辺もロケットがあれば、ここはワイドにしましょう。やってもうた。いやー、さあビットまで耐える旅だ。いやー、ビットないのきついな。ビットないし、確かでもここで僕の記憶が正しければ、あそこで追尾が取れるんで、ここをホーミングをしっかりと取って OK。 ビットがないのがかなり厳しいですね。 OK、 落ち着いていきましょう。ここら辺はね、しっかりと右上で安全な場所をしっかりと維持しておけば。あ、取りました、素晴らしい。
ビットがあればね、火力が全然団地なんで、ビットないと全然壊れなかったね。そうですね、ここは俺さっきやってた思ったのは、これの方が実は火力が高くていい説がありますね。ああ、はい、確かにバックレーザー、そうですね、バックレーザーは火力が高いんで、こんな感じでしっかりと潰していきましょう。ホーミングになったらちょっと壊す時間がある。そうなんですよ。で、ここからホーミングに変えます。あの戦闘機が時期狙いなんで、一回下に寄せて上に上がって、 OK よよよ、ね、OK で中に入るんですよ ね、 そうだね。で、ここでロケットを残してるのはかなり強いですね。これどういうタイミングでいくんだろう。しばらくここで戦わせるっていう時間が実はあったんですかね。あるって言って、まあでも火力の勝利で、そうですね、時間が余っちゃってた。よし、こういう狭い道をイライラ棒のように通るのが実はめちゃくちゃ難しいですね。で、こいつは実は簡単ですね。ここで待ってるだけです。よし、ここはロケットの勝利ですね。そうです、潰されないようにだけ気をつけましょう。 OK、 7機いいんじゃないですか。ちょっとねいいんじゃないですか。ちょっといい感じになってきましたね。いい感じになってきましたね。コンテにも使わずさあ問題はこの、斜面ぐらい、斜面ですね。ここの一番最初でかなり潰されやすいんですね。確かにビットがあるんで、できるだけここの高火力でレーザー持ちのあいつをささっと潰したいんですよね。 OK、 一人潰せればかなり全然違うんで、うん、OK、もう一つ、ね、もう一つ、ここですね、2個出るんだ、ここなんだよなまあまあまあ、でも大丈夫です、いろんな武器はまだ残ってるんでね。ちょっと待てよ、やばくないかああやってもったちょっと狭すぎたな、焦った焦った。 OKOKOK、 いいでしょう、大丈夫です。まあ2機ですから、失ったのは当たった。これはロケットでしっかり前押し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 して、大丈夫大丈夫大丈夫、落ち着け。いいですね、一回ミスると本当に手が震えるんですよね。いやー、忘れてた忘れてた、あー出た出た出た、スパイラル入った。ちょっと待って待って待って、落ち着け、落ち着く落ち着く、よし、いいです、大丈夫です。いたね、忘れてましたね。そうなんですよ、ここに来てさっき散々やったあいつがまた僕に牙を剥くというわけですね忘れてましたね。ここまでいけば、まああとは変なボンミスさえなければ、うん、基本的にはなって、そうですね、一気アップを含めて、そうなんですよ、左下の一気アップですね、うん、落ち着いていきましょう。一回にすると本当に手が震えるんですね。よしよしよし怖いね、怖いですよ、プレッシャーって怖いねはい、大丈夫です。前を大丈夫だよね。ここはワイドがあったら楽だったんだけど、ワイドがないんで、ちょっとホーミングで粘らせていただきますね。よし、できるだけワイドの方が安全なんですね、ここは、うん、ワイドの方が制圧力が高いんですね。いやー、こうなんですよ、ワイドがないとこうなってしまうんですね。やり残しがある、そうです、殺し残しってやつですね。いやー、これ結構厳しいな、ワイドなしか、ワイドなし、ワイドなしでビットなし、ビットなし、前出てもう避けるしかない時間になってますね。そうだね、いや、米だ、ここで米、この雑魚敵が残してる状態でボスはえぐい、今までで一番最悪の中ボスの入り方かもしれないですね。 OK、 大丈夫、米は火力でなんとかしてたからね。そうなんですよ、攻略でも、これは上でここ OK で直線いて下 OK、 大丈夫。いやー、かなり硬いっすね、やっぱりね、火力がかなり低いんで今、あ、1個減りましたね、減った、だけだいぶ違うね。OKOKOK、 大丈夫で OK、 終わりましたね、ティータイムです俗に言うただ問題がもう一個あるんですよ、ここ俺耐えられるのかっていう話なんですよね。ギリギリ粘れる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 粘った、前に出ましょう、でこいつ、そうです、キックしてくるんでいやー、結構今チリ貧っすね。そうだね、ギリでやってんね。オッケー、レーザー取れたのはまあギリ、なんか不幸中の幸いと言いますかこの上下ビットが壊しにくいんですよ、めちゃくちゃ。そうだね、うん、そうだね、そうなんですよ、ここから米も襲来してくるんですよね。オッケーオッケー、大丈夫、しっかりと避けて、普通の米めんどくさいそうっすね急に来るんですよね。よしよしよし、米米も基本的には大丈夫なんですけど、焦っちゃうと。そうだね、そうなんですよ、こうですね、オッケー、結構当たり判定がでっかいので、あの米も、落ち着いて落ち着いて、しっかり一個一個避けていかないと。オッケーオッケーオッケー、あいつをやれないときついんだって。
あいつが意外に硬いんですよね、こいつが硬いんです、めちゃくちゃ粘るんだよね、すぐ消えてくれない追いかけてくるんですよ、そうそうオッケーオッケー、米よけ、前押しの米よけ、オッケー、ちゃんと殺せてる。で、ここしっかり開けて、これは最初上から撃ってくるはずなんで、オッケー、で、次下、はい、で、次上で、上撃ってる間に、あの米の玉に玉を、うん、こっちの玉を消されてしまうんで、うん、よし、順番に順番に次上撃ってくるんで、下を攻撃みたいな感じでずらしていくのが、あー、そんな前に来るか、オッケー、2回目の米、2回目の上の米も気をつけなきゃいけないですね、2回目はちょっとパターン違うの、そうですね、で、ここは避ける時間ですね、よいしょ、はい、避けて、避けて、条件が最悪の条件で来ましたボスですね、まずは、なるほど、あそこ開けてたんですね、俺高火力すぎて気づかなかったんですけど、うん、はい、オッケー、あー、まあそうだよな、まあまあまあ時間はかかるでしょうけど落ち着いていきましょう、そうだね、うん、欲を出さないと、そうですね、いい攻撃できないなら攻撃しない上行った、ここが攻撃タイミングですね、ちょっとでいい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 、 OK、 レーザーもしっかり見ないといけないんで、レーザー見てレーザー抜けたなと思ったら入るぐらいの気持ちの方が、ここだな、入るで戻る、よし、入る、戻る、上、はい、次右か左か、 OKOKOK、 はいはい、下手なホラーゲームドキドキするいやー、ここでコンティニューしちゃったか、やっぱり、まあ、まあ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 、ね、クレジットあと500円残ってるんでね、このなけなしの500円効果を崩していきましょう、よし、まああそこまではね、パパッと戻りたいなと思ってます。苦手なのが3面、4面、7面ですね、そうですね、ここがやっぱりどうしても苦手ですね、パターンを忘れてしまうんですよね、どうしてもどんどん来るからね、そうなんですよ、覚えきれないな、あ、そうだったっていう感じなんですよね、いつも、ね、知ってたんだけど、あの前のやつに気を取られすぎた、そうなんですよね、ここが、ここはもっと上なんだ、こういうことなんですよ、ここから確かに形勢逆転できるから、そうなんですよね、形勢逆転した後にちゃんとミスらなければ、これを上をしっかりと取って下のワイドも取って、前に出すぎないのここじゃなかったかな、ここじゃないですね警戒するのが大事です、あれこれどこのパターンだっけみたいなのが結構ざらにね、よし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 、ここは大丈夫でしょう、ここだ、ここで前に出すぎると、あの、あ、そうだそうです、モビルスーツに光ります、あのレーザー取りたかったんですけど、まあ深追いすると死ぬんで、死なないことが大事です、ここでしっかりとビット取っていきましょう、はい、こいで、はい、こいで、まあ、こいつらは大丈夫ないですね、ここが一番落ち着きますね強くも慣れるし、慣れるし、そんなに弱く強くない、そうです、一気もアップできますし、だんだんちょっとお茶できるここがティータイムティータイム、ここかもしれないですね俺にはティータイムマカロンとか買える、 OK、 これで一気アップしていきますで、ここはワイドの方がいいんだな、ワイドにしましょう、ビットがあるならワイドですね、ワイドでしっかりと制圧していきましょう、はい、大丈夫大丈夫大丈夫、よし、はいはいはい、大丈夫ですよ大丈夫ですよ、はい、よい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 よ、大丈夫ですよ、はい、大丈夫です、やっぱワイド強いっすね、やり残しがないから、そうですね、段違い段違い、次は次は次のパターンを思い出すんだっていう戦いですね、このゲームは次のパターンはこのまま米までいけたっけ、そうそうなんですよ、もう一つなんかなかったっけ、あ、米ですね、あ、米だ、で、下、下からです、 OK、下、上、次下に行って上から来る、はい、大丈夫です、で、次の下はちょっと前押しで、ここで受け、で、次上ですね、ここは、あ、上ないですね、上ないですね、ここ上があった場合ちょっと近めなので気をつけましょうっていうのだけ覚えておきましょう、楽しそうですね、そうですね、 OK、 で、ワイドで、ここは前に出ます、で、下がりながらトン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 で、ここはもうガッと出て、ここはもう、あー、出すぎてもいけないのか、そうだ、出すぎてもいけないのか、なるほど、無事無事ですね、ワイドで、あっさつの方が良かったかもしれないですね、そうだね、あのままビットガールならワイドでいけたかも、ね、うん、そうですね、ちょっと今のは判断ミスですね、そうだね、うん、
後ろ打ちで壊しておっと危ないよ。しっかり上下打ちをしてはいはいはい、大丈夫です。ボビルスーツがやっぱきついね。きついですね、あいつがきついですね。ビットナイト結構やっぱり集中砲火しないとすぐは消せないんで、この強いレーザーをやっぱ残しておきたいんで、できるだけこのレーザーを食らわないように、上よけして OK 大丈夫。そろそろここら辺でビットが手に入ったと把握してるんですが、どうだったかな、どうだったかな。 OK これだ、よし大丈夫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 。うわ危ない。こいつですね。OK、大丈夫です。で避けて上で出てもう一発来るです。で上で避けて OK。あのガンダムに弾を撃たせないっていうのをしっかり徹底しないときついですね。大丈夫ですよ。落ち着いて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 大丈夫です。次上ですね。はい遠いんで大丈夫です。ここが次が前寄りでここですね。よし。で下をガーッと攻撃しましょう。壊せないかな。よし壊せた、うん、よし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 。であと真ん中を落ち着いて圧殺。さあボス、ボスですね。ボスの前で、そうです、落ち着いたイライラ棒タイムですね。ここはもう一足使います。俺はこういうところに一足を使ってしっかりと抜けて二足に戻していきます。よっしゃ行くぞ。火力があるからね。そうですね、さっきよりは楽なはずです。さっきはなんかもう出口が見えなかった。そんなにすぐ潰されるか。あのレーザーもいまいちどっから出てくるかわからないんだよな。真ん中から出てるんだな。真ん中です。OK 落ち着け。ダメージを与えることよりもあの岩の動きだけを見てレーザーはできるだけ当たらないようにしたいんだが、いやー結構厳しいな、厳しいな。これランダムパターンかもしれないですね、もしかしたら。こんなに渋かったかな、これパターンあるんですかね。いやーちょっと待ってくださいね、これあるんじゃないのか。あるね、さすがにあるんですかねパターン。いやでもランダムはちょっとエグすぎますもんね。当てられるタイミングを見て、当てられるここだ、当てられるタイミング、これ右来ない、あるか、パターンあるかもしれないですねやっぱり、うん、さっきもこれ右来るのかとか言って来なかった。落ち着いて落ち着いて、ダメージを与えることより避けること、うん、そうですね、こここの、このタイミングですね、この一直線タイミング、この場所が引けた時だけ殴れるというぐらいの気持ちでいった方がいいですね、うん、あとはもう避けると。そうですね、次かな、まだか、ここだ、一直線タイミング、 OK ここです。一直線タイミング、さあ、来ました、クソムズ8面。さあ、ね、果たして超えられるのか。いまいちここのパターンを分かってないですよね、まだ。うん、開いた時だけダメージが与えられるというのは分かってるんですけど、避けながら撃つということしか今のところ。そうですね、多分あのニョロニョロの間に入れたらめちゃくちゃ強いのは分かってるんですよ。これはやっぱり、うん、こうだな、この弾を、いやーマジか、3速にしましょう、ね、これ3速で、いやー難しいな、2速の方がいいな、やっぱりちょっとこれまだパターン組の時間なんでね。でこうか、開いた時だけ、いや難しいなこれ、弾少ないんですけどね、うん、でもなんかしっかりこう来る感じだね。そうですね、小玉が、小玉避けながら開いてる時にちょこちょこと、あと400円、入れましょう。いやーまあね、やると決めたから、ね、そうです、いきますよ、フォースクレジット、集中していきます。オーンコアですよ、オーンコア、これはもうじゃもう敵の本拠地と言ってるんですかね。そうですね、コアですから、ここでできるだけ与えておく。で、分かったのは、相手のニョロニョロはもう見ないですね、うん、うん、見ない方がいいです。で弾をしっかりと避けながら、うん、上下に避ける、その時にダメージが与えられたらいいなぐらいの気持ちじゃないと、うん、このタイミングですね、ひだくひだかってやってたら、そうなんですよ、弾が避けれないよな。ただあれがですね、こいつ何がいやらしいって、 あんまり上下に行かないんですよ、行ききらないんですよ、基本真ん中で展開してるもんで、あ確かに、あれがかなり避けづらい、可動域が狭い、ね、そうなんですよ、ここは攻撃チャンス、 OKOK 上よいしょ、前に出て、ああ見えなかった今ね、え残り玉。いや無事よくさっき倒したね。そうか、よし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 、行きました。 OKOK 3機、そしてここが本当にまだ分かってない場所、ガチ気合いよけ、急に弾幕シューティングが始まるんですね。謎の謎大ボス、ちょっとこれ一回死ぬのを覚悟でね、覚悟で見ます。
何をしてるの？ピンポンな。あ、わかりました。赤玉がまず固定です。なので、このラインでできるだけ青玉を避ければ OK です。わかりました。この前後で避ける。後ろのこの線です。で、ここワイドがないんで、多分もう俺はもう積んでるんですけど、これ実際。いや、いけるか、いってみるか。いけるんじゃねえか。あれ、これなんかいける気がしてきた。あ、ダメだ。わかりました、わかりました。後ろの、左側に3本の線があるじゃないですか。赤玉が固定だったんで、下の線の右一直線は赤玉が来ない色で、そこで青玉をしっかりと受けるっていうのが、まあ一番簡単なんじゃないですか。ちょっとそれでやってみましょう。行きます。絶対超えます。そうなんですよ、その前にこいつなんですよ。こいつがまあきつい。まあ落ち着くしかないな。そうですね、こいつに関しては背景と同化してるこの玉二つをしっかりと避けて、変なタイミングが出てくる。そうなんですよ、早いんですよね。あー、当たるんだ、かするんだよな。よいしょ、出てくるな。もう一回出てくるよな。 OK、 OK、 おい、今のよしみった。あ、いやー、これももしかして、ちょっと待ってください。行っちゃいけない時もあるんだよね、これ、うん、これもしかしたんですけど、このライン安全とかあります？いやでもそっちの方が難しいか。いやでも赤玉ってなってくるからね。そうなんですよね、逃げ切れない時はあるみたいな。でこのラインで二足にして、できるだけ右左避けで青玉だけ見るっていうのが多分一番簡単だと思うんですけど、いやでもむずいな。いやでもまあ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 、そうですね、一番楽なのはこのパターンですね。これはもう右に寄って、これの何が難しい、これ三足の方がいいです多分。あの、いや、いや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 、これはちょっとむずいですね。これはガチむずいやつですね。ガチむずいやつですね。下真ん中上の3段よけで、ぐるぐる回ってくるやつをよけつつって感じですね。そうだね、3速で上にガッと上がっちゃうと火力が高んなくて、ワイドの敵のワイドが消せないんですよね。うん、ガチむずいですね。ちょっとあのパターンも試してみるんですが、もしこれが成功するならむちゃくちゃ楽になるんで。確かにくねくねの。ああ、でもそっか、これがあるのか。そっか、結局そうですもんね。赤尾の玉。ああダメだ、当たりますね。この辺だったかな。いや無理ですね、無理ですね。やばい、普通に避けた方が安全ですね。いや、やばいやばいやばい、デススパイラルに入ってます。そう、続きましょう。よし、いやいやいや、マジか、ちょっと下行くの早すぎたか。 OK、 上よいしょ、はい、下、はい、避けて上、はい、前で、あー、そっか、当たらんてまとか。どこまで行けんだこれ。ここここですね、そこですね、ここですね、はい、ギリここか。3個、2個目のタンクまで100円。あー、厳しくやってきましたね。やってきましたね。装備はなく、ただただ難しいやつと2連戦。本気出します。はい、頼みますよ。まずは真ん中しっかりと潰す。上、上を受けて避けて下。あー、早いんだよな、もう一発見ていいのかね。こっち下、オッケー、これで下終わってるな。下、次、上、オッケー、そっか、よし、下。まあ赤子にも上と下があるから。そうなんですよね、うん、動くタイミング、いや、そうなんですよ、動くタイミングがかなり難しい、シビアなんですよね。そうだね、行ける時と行けない時、ね、そうなんですよ、攻撃しなきゃいけないタイミングもあるんで、うん、ずっと避けてる場合もね。そうなんですよね、わけにもいかないっていうのがまた自利品なんですよね。オッケー、4キロ残しですね。で、ここまでで一番一応状態でありますけど。線を合わせて。これもしかしたら青玉も固定してるんじゃないか説を俺は提唱します。ちょっと見てみましょう。最初開幕跳ねてるのがあれば、いやそんなことはないな。いやそのレーンに入ってきちゃダメでしょ。そうですね。青玉早く消えて。1、2、3、1、2、3、おお、2、下、いやー、下来たか。2、1、1、1、今サジを投げる。3、上と下をここですね。れば、いやー、違う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 、ね、
死にましたね。ちょパターンが難しいな。いやでも3段よけっすわ。1,2,3 そうだね。くっ死にました。これが3段フォース数ですか。なるほど。これはとりあえずじゃああれですか、あれですかね。一回お開きに、次回に、次回にもうちょっと練習してからしますか。帰ってきますか。皆さんもね、気になってるでしょう、マニアってどんだけむずいのかを、うん、最後にそれをね、見てみようかなと思ってます、うん、ちなみにこれはですね、スタートボタンを丸を押すことによって、うん、オプションボタンを出せるっていうね。なるほど。はい、ググりました。これに関してはこのマニアというやつがどれだけむずいのかをちょっと見てもらいたい。ちなみに僕はマニアは触ったことないです、はい、ので完全初見で、まあ何面でいきます、ハイドラからいきます。さあこれが、サンダーフォース3の鬼畜ゲーのさらに一番難しい、はい、ルールになってます。いきます。もう完全に気合よけていかせていきますね。おっと最速でもうなんか強そうな、見たことないって言いましたね。まあこれはね、僕のシューター心を、はい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 、なるほどなるほど、はい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 、もうこれ俺らの知ってる説明じゃないですか。そうですね、これに関してはもう弾幕シューティングもそっか入ってきちゃってるんじゃないかなってところですかね。サンダーフォース3は弾幕の要素を最後の方までないって言ったら本当はあったあったんですね。なるほど、初見殺し、さらに画面のギミック、そしてマニアになると弾幕とシューティングで一瞬全ての難しいところをね全部持ってきた。そして敵が硬いと、硬い&ホールディング。まあ一応ねパターンが効くと思うんで、123、12、いやーこいつ中ボスも、いやいやいや、ちょっと待ってくださいよ。これがマニア、これがマニアです。これがサンダーフォース3マニアです。これをクリアする人もね、多分世の中にはいるんでしょうけど、いるでしょうね、いるでしょうね。ちょっとまだ僕のゲーマーとしての腕がね、このゲームには勝てなかったの、はい、ということでまずはノーマルをね、クリアする、帰ってきますよ、修行を積んでください皆さん、うん、帰ってきます。はい、期待しててください、はい、じゃあサンダーフォース3配信でした。ありがとうございました。負けました。帰ってきましょう。帰ってきます。リベンジします。メガネに誓って。サンダーフォースクリアならずから、はい、いかがお過ごしですか。早い1年。1年も経ちました。他のゲームもやっていきましょうということで、うん、次に用意したゲームは、はい、大魔界村です。しまったかと。ここがマジで難しいんですよね。あ、でこのゲーム向いてないことはある。向いてないですかね。向いてないことはある。